はい、こんにちは、長野インターネット局と申します。はい、はい、今オバステーキ町田の花田、はい、まあ、千曲市なんですけども、はい、来ておりますけども、今皆さん田植え終わったんでしょうかね。今終わったところなんです。はい、まあ、ちょうど見渡す限り田植えがやってると思うんですけども、はい、何か特別な活動されてるとお聞きしたんですけども、この辺でご紹介お願いします。そうですね、はい、私たちはですね、田ごとの月、はい、棚田保存同好会という組織でして、設立してこの棚田始めてから23年目になりますね。23年、はい、長いですね。そうですね、最初は非常に荒れてましてですね、はい、でまあ、柳の木とかそういうのを生えてるところを棚田の中に、そうなんです、それを全部取り除いて米ができるようにして始めたのが23年前なんです、ね、23年前、はい、すみません、お名前。あ、私は徳原と言います。徳原さん、はい、徳原さんはここ、の田んぼの持ち主でもあったわけですか。そうじゃないんです。私は住まいは千曲市の稲荷山というところなんですが、まあ当時は荒れてたもんですから、これを何とかしなきゃいけないということで仲間で立ち上がったんですよね。今後どんな風にこの集まりをしていこうと思っているんでしょうか。そうですね、まあ、正直なところ23年経ちまして、はい、そのまま当時の会員が年取っちゃいまして、うん、会員そのものも高齢化してきてまして、ちょっと、はい、大変になってきてるんですよ。で、何らかの形でこれから新しい人をですね、特に若い人に入ってもらって、はい、そういった米作りの体験してもらって、この棚田が維持できればというふうに思ってるんですけどね。そういう意味で、うん、例えば小学生だったり、はいはい、高校生だったり、そうですね、まあ、お呼びして、まあ、体験してもらおう。そうですね、結構地元の方が多いんですか。ちょっと今日お見えになってる子供さんに手伝っている方があって、長野市から見えてました。こちらの小学生は、はい、白野西小の子供たちなんですけどね。白野からもね。そうなんです。ですから、まあ、地元 の小学生もここで体験してますんで、今日はちょっと来てませんけど、はい、先週あたり来てましたんで、まあ、田植えだけじゃなくても、その稲刈りだったり、そうですね、それが年間通して何かあるんですか。そうですね、植えるから稲刈り収穫まで体験してもらうということでやってますけどね。まあ、今後、まあ、若返りということが課題だと思うんですけども、例えば自分のこうお子さんとかそういう人をこう連れてくるなんていうことあるんでしょうか。今日もね、孫が2人来てるんで、あ、3人来てるんですけどね。そう、女の子はその文字通り家族で、家族ぐるみでこの活動をされてるってことですね。体験ね、覚えてもらえばね、今この棚田、特にこのオバステ駅の下の棚田がすごくこう見直されていて、そうですね、すごく景色がいいと、夜景なんか最高ですよと。そうですね、それについてはどう思うでしょうか。ですからね、それなりに自分たちの預かっている田んぼは管理していかなきゃいけないし、はい、それともう一つ感じますのは、観光客の皆さん結構お見えになるんですよ。ただ例えば休憩するところですとか、まあ、トイレですとか、そういったものがもう少し整備されてくればいいのかなと思ってますよね。この千曲市のこの棚田がますますこう注目されればいいね、はい、そういう感じでしょうかね。そうです、そういうことですね。ありがとうございました、はい、頑張ってください、はいはい、どうぞ。はい、こんにちは。今千曲市の、ここはオバステ駅の下にあります棚田に来てますけども、ここにちょっとしたベンチがあります。このことについて自己紹介含めてご紹介お願いします。わかりました。私たちですね、はい、このオバステの棚田の保存と、はい、あと、まあ、ここは非常においしい米を取れるので、はい、おいしい米を食べたいと、はい、いうようなことで、まあ、以前ここ工作していた方がちょっと事故で亡くなりまして、はい、そうなんですか。それ後引き継いでね、はい、この棚田をちょっと守っていこうということで、はい、結成したオバステ棚田会っていう会なんですけども。オバステ棚田会、はい、うん、はい、で、まあ、今回ね、これだけ素晴らしい景観を私たち米作りを通して、またこの千曲のオバステの、景観を守っていこうというような狙いもありまして、まあ、今回ここにベンチを、まあ、5台、もうここには2台、こちらに3台、あとここには、はい、掲示板ということで、まあ、地元の人たちがいろいろ絵や写真を撮ったものを、農作業している姿だとか、この景観を
のした写真だとかね、うん、絵を飾ってもらって皆さんに見てもらおうということで、はい、まあ、設置をさせていただきました、うん、非常にここのところアングル的に非常にいいもんですから、ぜひあのここでゆっくりしながら棚田の魅力をね、あの肌で感じてもらえばいいかなということで、まあ、設置をさせていただいたということです。オバステーキもかなりこう有名になってきて、そうですね、敷島も泊まるようになりましたしね、はい、だから朝もそのカメラマンがその朝の夜景を撮りたいと、そういう、こうアマチュアカメラマンがたくさん集まって、そうですね、撮影ポイントになってるんですかね、はい、そうですね、キャンドルナイトの時も大勢のカメラマンが来ましてね、すごい皆さん楽しんでもらいましたんで、そのためにこのベンチが役に立つわけですかね。そうですね、私は実は、はい、あの目的もあの恋人たちの聖地みたいな感じで、うん、若い人たちのね、うん、あのカップルが来ていただいてここで、まあ、この夜景見ながら愛を語ってもらうようなそんな恋人の聖地になればいいかなっていうのは、はいはいはい、そんな思いもありまして、ベンチをちょっと設置したり、やっぱり、まあ、ベンチがないと座れないですよね、お話しする人もね、で結構急な坂なんで、はい、なんか疲れちゃう方がいらっしゃるんでね、一息つくのにはちょうどいいかなということで、ベンチを設置したんですけど、まあ、この下の名刺院の方にもベンチあるんですけど、はい、よりちょっと高いとこから有明県なりね景色が見えるんで、この辺もう少し空いてるとこはあのベンチを置ければさらに置きたいかなって思ってますけどね、はい、まあ、夜景がなかなかロマンチックですよ ね、ね、はい、そのためにこのここに座って、まあ、その部屋の、ね、人たちが来ていただければ、そうですね、いろんな方が、ね、来ていただければね、今後はどんな感じなんでしょうか。まあ、ここにはいろんな工作をしているグループがいますし、それが千曲市があの一つの棚田 の推進会議ということで会議を開いて、まあ、この棚田を守っていこうということを、まあ、官民挙げてやってるんですけど、まあ、そこにメンバーとして入ってですね、あのそれはしても田んぼ荒らすことのないようにきれいにだけはしておきたいと。ということで今一旦話しちゃうと草がどんどん増えてそれが木になり景観上良くないんでね、やっぱり棚田のこやっぱり魅力を皆さんが知ってもらうためにはしっかりここで米作りをすることが結局は棚田の保全につながっていくと思ってますんで、ぜひ今後とも頑張ってください、はい、よろしく、ありがとうございました。